それぞれに工夫を凝らしています。先ほどの堀米子ども育成会の皆さんのおみこしも光ってましたね。 LED の発光の仕方に悩みました。で、そして発光の速さなどを変更して、電源はスマートフォン用のモバイルバッテリーを使っていたそうです。そして上木の先子ども神輿の子どもたちは一人一人がシャボン玉を持っていました。最後は下江花子ども育成会の皆さんです。どうぞ皆さん大きな拍手をお願いいたします。幼稚園児から小学生までの12名の少ない子どもの団体ですが、元気いっぱいです。子どもたちが一生懸命おみこしを引く姿を応援してください。もっともっと長沼祭りを盛り上げましょうと書いてあります。地元と地元以外の人とのつながりをこれからももっと大事にして前を向いていきましょう。長沼祭り30回おめでとうございます。長沼最高ですというアンケートです。参加してくださっている高幸くん、いぶきくん、みさきさん、ゆうきくん、6年生最後のみこしありがとうございましたということです。下江花子ども育成会の皆さんに大きな拍手をお願いいたします。